はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は最新ユニット情報ということで、生配信にて発表ホヤホヤのマテリアハンターユフィ、そしてそのマスクラ強化セフィロスについて生配信の情報に触れながら見ていきたいと思います。まず一人目、マテリアハンターユフィ。まあここは皆さんの予想通りだったかなと、個人的にはザックス来てくんねえかなとか思ってました。で今回ユフィはトランス型ということなので、クラウドやセフィロス、エアリスのような一ターンでこう行き来できるキャラクターではなく、強制で切り替わるようなキャラクターとなってます。まずはトラマスとスパトラ。トラマスに関しては、まあ、こちらはね、格闘、そして投擲装備時の人、機械キラー75なので、まあ、汎用性はそこまで。で、スパトラはもうほんとユフィ専用って感じで、攻撃220のアンデッドキラーが 100%。で、マテリアハンターユフィ装備時に固定値が500となるので、ちょっとここで、アンデッドキラー 100% かと。今回のビジョンズワールド必須とか思ったけど、ちょっとここはびっくりしました。というか、ビビってました。で、性能的なところを見ていきましょう。性能的なところは得意属性が土ということで、で、こちらは EX 覚醒2、そしてトラストアビリティで 200% の全属性キラー。なので、スパトラを採用すると、アンデッドキラーはカンストの300に到達するといった形になってます。イメージとしては、やっぱ大社が僕は出てくるかなと思いました。まあ、同じタッグアタッカー、そして武器のデバフができるところとか、まあ、最近のね、この威力から見ても、なんか、まあ、エレメンタルバースト持ちっていうところから、大社の色違いかな、みたいなイメージを持ってます。で、こちらはまず、ブレイブシフト5の LB がもちろん、高火力となっているんですが、威力は3万とちょっと控えめかなと思いましたが、先制 LB ブーストを持っているということなので、4万が、最低ラインとして確保されていると。で、ここに、まあ、自身でも LB の威力加算を持ってると言ってましたんで、1万ぐらいはあるのかなと思ってます。まあ、クラウドに合わせて5万3000かって言われると、投擲のデバフが 45%。まあ、クラウドの体験デバフより 5% 多いので、まあ、5万の威力加算プラス1万と先制 LB ブースト合わせた5万っていうのが、なんかいい落としどころなのかなと思いました。いやーでも、こういうビジョン持ちっていうところかな、ちょっとマジかーって思いました。まあ、ユーフィー、いや、言い方あれかもしれないけど、2連続でこういうやっぱきついよね。急捨て3万でしょ、ラピス。えぐいって。で、そんな固有ビジョンですが、攻撃は150、そして LB100%、機械キラー 100%。まあ、固有のビジョンカードをつければ、簡単に機械キラー、アンデッドキラーはマックスまで到達すると。で、トラマスまで採用すれば、1キラーはあと 25% でマックスと。まあ、やっぱ汎用性は高いか。いろんな種族に連れていけるのであれば、非常に採用するメリットはありそうですね。で、あと、土属性の強力なユニット、まあ、現環境に合っているっていうユニットだと、ほんと武神三家、レフティア、そしてバンヘルマーくらいしかいないと思うから、ユフィが当たって損っていうことはなさそう。いて活躍する場面は結構ありそうかなと思いました。で、続いてじゃあソノン見ていきましょう。はい、じゃあ続いてソノン見ていきましょう。ソノンは、かけら配布も含めておそらく貫突まで持っていけるキャラクターとなっております。ここで一つ僕が懸念したのは、ライダーのように二突の方が使いやすい場合があるんじゃないかっていうところをちょっと懸念しました。なんでかというと、まあ、今回ミッションで貫突するとそのビジョンカードがもらえますよなので、まあ、ほぼほぼ貫突前提なキャラクターになっているので、まあ、その二突の方が使いやすかったらどうしようみたいなところはちょっと思ってます。なので早くね、ちょっと細かい性能を見たいなと思います。トラマス、スパトラ見ていきましょう。トラマス、スパトラは、まあ、それぞれソノン専用みたいなところがあるので、まあ、特に言うことはないかなと。まあ、配布にしてはいい方、ああ、でも、そうか、配布にしたらいい方かなと思います。まあ、ソノン装備時にどっちも固定値だったり、ブグ倍率っていう感じだから、まあ、一つのね、攻撃が高い武器、そして装備っていった感じかなと思いました。で、続いて、性能的なところを見ていきましょう。まあ、こちらは、得意属性が土ということで、ユフィと、コラボするようなキャラクターとなってます。まあ、ユフィとヒット感覚、そしてヒット数も同じっていう感じだったので、まあ、二人を連れて、まあ、同じね、土属性が得意なので、いや、ま、こういうね、特定のユニットで起こるコンビ演出みたいのがあったらめちゃくちゃ熱いなと思っております。まあ、ここはね、ちょっと僕もね、PS5 は当たってないので、インタールードできてないんで、ちょっとね、あんまり感動がないんだけど、これやってる人からしたら、この2人が同時に使える、しかも同じ属性でシナジーを持ってるってところはめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思いました。まあ、LB の威力に関しては、まあ、ここは配布というところで若干抑えめに作られているのかなと思いました。
で、自身に威力加算の5000を持ってるので3万3000プラス、まあ、ティーダの服を着せてあげれば4万3000の、4万2000か4万2000の LB は確保されてると思うと、配布で4万2000でしょ、めちゃくちゃ強いじゃんって思いました。まあ、ライザーのような全属性になれる汎用性は持っていませんが、それでもかなり便利な場面は多いんじゃないのかなと思いました。配布でこれはありがたいですね。で、続いて最後セフィロスなんだけど、マジ壊れました。セフィロスむちゃくちゃ強い、あの闇属性の最強アタッカーといって過言でないレベルに情報修正がされました。で、まずセフィロスの性能的なところなんですが、っていうかまあ性能的なところしかないんですが、で今回セフィロスはまずマスタークラウンを装備すると LB の威力が上がりますと。で LB の威力が、まあ、裏がメインなんですが、刀デバフが 5% 上昇して 30%、 さらに闇のダメージが1万3000プラス2回で3万に到達するので最低4万3000、ティーダの服を表に着せてあげて5万3000、ソウルオブタイバスを使って5万6000の闇アタッカー、さらにダークエレメンタルバースト持ちなのでめちゃくちゃ強い。で、今回マサムネが復刻でもらいました。ただプラス3までは結果的にやっぱり強化でプラス3までしか強化できないので、まあ、セフィロスをちょっとね装備を組んでみました。で装備を組んだ結果、まあ、表にやっぱティーダの服を着せて、まあ、例えばソウルオブタイバスなんかをつけるっていうのが、まあ、セフィロスの主な使い方になるんじゃないのかなと思います。で裏なんだけど、結果ねダークムラサメを装備した方が攻撃が伸びるんですよね。まあ、ちょっと今合計攻撃力がアビリティブグバ率マックスで8800、ここの装備をさっき言った、強化後のマサムネに変えてみると、まあ、マサムネに変えてプラス3変えると8200まで落ちるんですよね。だから、別に復刻を無理に取りに行く必要はなくって、ダークマターを集めてダークムラサメと交換しちゃえば、セフィロスの攻撃力が上なので、まあ、ここの装備に関してね、そこまで必死にマサムネを取りに行かなくてもいいのかなと思いました。ちなみにアビリティはこんな形。ブグ倍率、ビジョンカードは最強戦士の誕生をつけて、まあ、今で言うとマックス8800なんだけど、これじゃちょっと環境足りないから、せめてあと固定値のプラス1000ぐらいは、なんか強化があってくれたらいいなと思ったんだけど、まあおそらくそこまではないから、9000弱ぐらいがセフィロスの、今僕セフィロス貫突してるんですけど、こんな感じかなと。まあ今回のステータスボーナスをもらって、ビジョンズワールドではかなり活躍するユニットになったんじゃないのかなと思います。セフィロスが、まあ10日から、実装されるのであれば結構パーティーがねラストステージ変わってくるんじゃないのかなと思いました。皆さんは今回の最新ユニットユフィ、そしてソノンで最後はマスクラ強化のセフィロスについてどう感じましたでしょうか。ぜひコメントで教えていただければなと思います。あさっての実装楽しみでございます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。